ラングルは、フランス、グランテスト地域圏、オートイコールマルヌ圏のコミューン。ガロローマ時代より、継続的に使われてきた要塞の町である。城壁内に、町があることから別名、北のカルカスソンヌと呼ばれる。ラングル高原に位置する。高原は、パリボン地へ流れていくマルヌ川の水源が近く、ソウヌ川谷を持つ。 ラングルの古い地図ガリアサイコのケルト人の一部族、リンゴン族は重要である。彼らは、ローマと同盟を結び、ガイウスユリウスカエサルのガリア征服後もこの地に、とどまった。ラングルはこのリンゴン族の首都であり、アンデマンタナムと呼ばれた。外からの侵略の恐れが少なくなった中世、ラングルは、司教座の権力を背景に反映した。ラングル司教は、ブルゴーニュ。 シャンパーニュ、フランシュコンテにまで影響を及ぼす存在であった。カール大帝時代、幾人かのラングル司教は皇帝特使を務めた。9世紀に司教は独自に効果を鋳造する権利を得た。927年には都市の軍事総督の任命権をも獲得していた。ラングル司教領は12世紀に公爵位を授けられ、司教たちはフランス貴族となった。 14世紀、15世紀の困難な時代に、ラングルの街の防衛が強化された。次第にラングルは、フランス王の貢献下に入った。中世ラングルの重要な機能は、指教座であり、リールリオン間の貿易であった。特に産業は、都市の中と場外で発展した。しかしラングルは、華やかな経済繁栄を経験したことがなく、人口は、 ピーク時でも9000人程度であった。最も近い位置にある競争相手であった、モ門は、地理的には、県の中央から遠いが、オートイコールマルヌの県都となり、人口も、ラングルを追い抜いた。ルネサンス期にラングルは再び輝きを取り戻した。現在も残る、優れた、教会建築、軍事設備、コミューニ施設はこの時代に建てられている。シャルル九世は、 宮廷ごと国内を巡行した1564年から1566年の間、ラングルにも立ち寄っている。同行したのは、大廷安重工、ブルボン数奇教そしてロレーヌ数奇教であった。19世紀、ボーバンが設計したラングルのシタデルが拡張され強化された。不屈戦争中の1870年には、プロイ戦軍を回避させている。 1887年、国内初のラック式鉄道が、ラングルで開通した。ラングルチーズラングルチーズは、奥認定のオーシスチーズ。円筒状で、上部がくぼんでいるのが特徴。外は、白カビが生えている。中心部は柔らかい。洗って熟成が進むと、明るい黄色から赤茶色の表皮となる。重量は大きなもので8 0 0ム以上。 小さなものは 150g 以上。ありがとうございます。